皆さん、まあ僕の話を聞いてください。あ、先輩も聞いてください。聞きましょう。ちょうど僕が高校2年で、あの子もみおちゃんも高校2年の時でした。僕の可愛いみおちゃんは、どんな子よ、どんな子よ。色が白くてちっちゃくて、前髪垂らした可愛い子。あの子は高校2年生。若いね、羨ましいね君。ちっとも美人じゃないけれど、何か僕を引きつける、つむらな瞳に出会うとき、何にも言えない僕なのさ。嘘つき、嘘つき。それでもいつかは会えるしよう、胸に描いて歩いていたら、どこかの誰かと寄り添って、誰が、みおちゃんが笑顔で話してんだもんね。相当まずいな。父さん母さん恨むじゃないよ、もう少し勇気があったなら、俺みたいに器量よく生まれたら、何？こんなことにはなる前に、そんなわけで僕の初恋も見事失敗に終わりました。元気を出しなさい。こんな僕だから恋人なんていずのことやら。でもね、せめて夢だけは持ち続けたいんですよ。それが若さだよ君。今に見ている僕だって、それ素敵な可愛い恋人。あ、はいはい、どうも。きっと見つけてみせるから、みおちゃんそれまでさよなら、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 さよなら。心配、うん、心配も器量が悪いですね。うるへい。